スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、桜井弘明の人話。はい、皆さんこんにちは。桜井弘明の人話、4月になりましたということで、今月もなんとですね、五味安隆さんにお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、先月は五味さんにもうなんかすごいちょっと僕ほろっときちゃった感じで、うるっときちゃった感じで、そんななんか言いました。僕もう結構全国の安隆さんファンがもうみんなキャーキャーっていうのは聞こえましたけど、そうなってると嬉しいですね。本当になってます。ひそひそ話ですか。ひそひそ話。あ、もうそれが僕ね、それずっと気になってたんですよ。ひそひそなのか、ひとひとなのか、噛んでんのか、言ってんのか。そうそう、いやいや、両方なんですけど。ありがとうございます。もうそこが判明したわけで、僕はもうすっきりいけちゃう。そこ突っ込んでくださってありがとうございます。まあ、ひそひそ、人のことについて話そうという。ああ、そういうことですね。分かりづらくてすみません。いえいえ、ありがとうございます。ということで、今月はですね、五味さんが語る、五味安隆が語る自動車の未来というテーマで進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。発明など知的創作活動の多くは、実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい。日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、法進国際特許事務所。桜井弘明の人話。はい、ということで五味さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。五味安隆が語る自動車の未来ということで、はいはい、やっぱりもうこの1年2年すごい勢いでもう日本の車、世界の車、まあ猫も杓子もみんな EVEV みたいな感じになってきて、自動車どうなるのっていう感じだと思ってるんですけど、うん、どうなるんですかね。すごいなんか広い話、広い質問から入っちゃいましたけど、うん、あ、でもやっぱりその EVEV ってなんか言われてる感じはしてます。いや、すっごいしてます。あ、でもある意味、ちょっと情報操作な部分が強いかもしれないですね。ほう、というとどういう感じ。いや、そんな EVEV に行かないですから。あ、そうなんですか。うん、だからなんて言うんでしょうね、テレビもそうですし、うん、メディア、新聞とかもそうですけど、やっぱり激しいこと、えって思うようなことを言った方がやっぱ注目を浴びるんで。確かに、まあ、見出しにしたってみんななんか強烈な見出し、過剰な見出しつけるじゃないですか、うん、まあ、それとまあ似てるようなもんで、もう EV、 もう将来ガソリン走らなくなっちゃうよ、 EV だけだよとかって言った方がみんなそこに目を向けたりもするんで。確かに過剰ですよね、ちょっと。え、そうにはいかないってのはなぜなんですか。いやいや、全然ガソリンも、だって今でもガソリンはどんどん進化してますから、ガソリンエンジンは、うん、この間メルセデスは新しい直列4気筒エンジンを新たに作り出して発表して、 S クラスに搭載してきてますし、あれだけ電気電気って言ってるフォルクスワーゲングループでさえエンジン開発はやめてないですし、この間日本市場に、パサートでとりあえずディーゼルを出して、今後全部フォルクスワーゲン6車種ディーゼル揃いますし、日本市場でも。まあ、別に電気の世界にすぐパンなんてシフトなんていうのは、だ将来的には徐々に電気の方にはシフトされますけど、それでも今のところ各メーカーの読みで言っても2030年時点でもまだまだガソリン系が主役でも、そのガソリン系というか内燃機関のエンジン、今まで通りのエンジンが主役なんですけど、そこに電気サポートは入ったりしてきてますけど、
だ電気サポートありきのガソリンエンジンとかディーゼルエンジンとかで、メディアとか言ってるもうピュア EV、 要は電気自動車がもう全面的に増えますよ、そんな世界にはなかなかならないですか。なかなかでもドイツが全部そういう風になりますとか、中国が一気にそっちへシフトしますっていう情報がこう入ってきちゃうじゃないですか、うん、そうするともうやっぱり世の中全部そうなるのかなみたいな、日本遅れてんじゃないかって思っちゃうんですよ。いや全然遅れてないですね。あ、そうなんですか。まだまだあのまあ一概に別に僕はあんま政治の世界とかあんま口出したくないというか触れたくないので、あんまそこに、あのフォルクスワーゲンの、まあ、ディーゼルのディフィート問題、まあ何て言うんでしょう、実際に走ってる車の排ガス検査をしてみたらちょっとアウトだったよ、はいはい、まあそういうのがフォルクスワーゲンだけじゃなくて続々と出てきちゃったんですけど、ね、今欧州メーカー、この間 BMW も出ましたし、まあ、ほぼ結構全面的にダメなのかな、うん、で、まあ、そういう状況で世論がそっちにディーゼルダメじゃんみたいな、でフォルクスワーゲンダメじゃんみたいなのをどうにか風向き変えたかったので、うん、でドイツのメルケル首相とかも国力に関わるんで、そう考えたらうちは EV にシフトしますのあの発言で一発で、あのちょっとまあ世論はちょっと動かせたと思いますよね。消化作業というか、うん、みんながそっちの方に行っちゃってるの、みんなの注目をそっちに、だから大きい何かのメディアの何かしらのなんていうでしょう、発表とか事柄が起きた時はなんか裏で何か起きてそうですよね。僕ら の, その車だけでもそういった世界なんで、僕だから最近テレビとかで言うとなんて言うんでしょう、 くだらないという言い方はおかしいですけど、うん、まあ人の不倫話とかどうでもいいですし、うん、なんかそういう大々的になんでこんなくだらんことをっていうのをやってる裏にはなんかありそうだな、何の報道がされないんだろうとかっていうのをちょっと僕思うようになりましたよ。なるほど。だから中国にさって今からガソリンエンジンとかディーゼルエンジンっていうのはやっぱ燃焼技術コントロールはすごい難しいので、みんな蓄積してきたやっぱ技術蓄積がたくさんあって、そこになんて言うんでしょう、今からスタートしているような形の中国企業というか中国のメーカーがなかなか太刀打ちできないですね。でそれは合弁会社を作ったりしてもなかなか全ての技術がもらえるわけじゃないので、だからそう考えるとスタートアップでも勝負がかけれるような電気の方に国力としてシフトしていこうという中国の判断ももちろん合っていると思いますし、うん、まあ電気が今あそこは、まあ電気自動車がどん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 あの予定で増えていったらあそこも電気ショートするはずなんですけども、うん、あ、いわゆるエネルギーの問題でそこで止まっちゃうってことですね。だから日本はまだまだガソリンエンジンとかディーゼルエンジンの世界、電気サポートは受けますけど、うん、そのあくまで電気サポートはその使ってる車に搭載してるガソリンをより効率よく使っていきましょうねっていうための、電気の使い方、うん、っていう意味での電気シフト、うん、でしょうね。なるほど、うん、じゃあ世の中で騒がれてるように全部電化されちゃって、でそのうち電気屋さんで車売るんじゃないかとか、部品がもう3分の1ぐらいになっちゃって中小企業ダメになっちゃうんじゃないかっていうようなね、煽られ方してますけど、うん、まだ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 先でも確実に、でもそっちの方向には緩やかながらも向かってってるので、うんうん、備えといた方がいいですけど、うん、確実にそっちの方に向かっていながら今読めないのはその速度がどのぐらいなのかの読みがめちゃくちゃ難しい、うん、なるほど。多くの方の予想を裏切るぐらい今ことが早く動いてるんで、うんうん、ちょっとどのぐらいっていうのが今本当難しいですよね。なるほど。とりあえず東京オリンピックぐらいになったら何かしら、あと本当数年ですけど、うん、結構いろんなものが見えると思います。まあそのあたりがもう一つの焦点ですかね、うん、そう、日本も東京オリンピックでその日本国として国力としていろんな技術を世の中にアピールする、あれは最大の日本のいろんな技術とかのアピールする国際展示の場なので、はい、オリンピックをそういうふうにも使えるので、うん、だあそこに今できるようなことがほぼ集約されて出てくるはずなんで、うん、そこで出揃った時にいろんなものが読め出せると思います。なるほど。
あのエンジンもさることながらタイヤとか周りのこう製品あるじゃないですか、うん、でやっぱり車って私仕事ながら見てるとタイヤだけはずっと変わんないですよね。なんかねタイヤだけ変わんないですね。ワイパーとタイヤだけはなぜかあのままっていうか、うん、ああいったところは変わらないですか。自動運転になったとしてもやっぱり自動運転になっても、うん、まだまだ変わんない。自動運転も多分オリンピックぐらいになってくると大概何となく見えてくると思いますよ。あの部分的にエリア別にその使える領域とかそういう限定的にどん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 自動運転になってくる、うん、それを少しずつ少しずつ広げていくっていう方向だと思います、はい、だからこの道のこの車線だけは自動運転カーが走るから他の人たちは入っちゃダメとか、うんうん、気をつけてねとか、うんうん、歩行者も入れないように区切っちゃうとか、じゃあ晴海の会場に向かっている高速とか、うん、マッカーサー道路とか分かんないですけど、うん、そのあたりももしかしたらそういう対象になったりとかして、そうだから今東京オリンピックに向けて、ある区間だけを自動運転での、シャトルバスが走るとかそんな計画も、まあ、実際立ってると思いますし、だそれがどん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 広がっていったら、うん、でも最終的には人と自転車の動きはもう、うん、読みづらい部分がたくさんあるんで、うん、だからそこが最後はネックでしょうけど自動運転は、うん、まあ、いずれ来ると思います。なるほど、まあ、でもなかなかタイヤは進化しないですよね。進化しないで、中身はもちろん進化してるんですけど、うん、空飛ぶようにはなかなかならないままね。この間そういう話も実はちょっとあんま言えないですけど、そのいろんなメーカーの方とかといろいろ話しながら、ちょっと笑い話的にもちょっと出てた読みとしては2050年ぐらいにはちょっと浮いてるかもね、2030年は間違いなく浮いてない、うん、50年になると下手すると浮いてるかもしれない。何らかの方式によって、うん、っていう話は、でも飛んではない。2050年でも飛びはしない。まず飛ぶことはないですね。ないの。で飛んだら今の台数、走ってる車の台数が飛んだらもう空中でガンガンぶつかりますよ。もう道もないしレールもないし、今のあの飛行機のもうあれも見えないその飛行機飛行ルートがもう明確にあるじゃないですか。もうこっからここにいるときにはこの飛行ルートだ、管制官が全部コントロールしてるじゃないですか。うん、あんな管制官今要はもう目で全部やってるじゃないですか。まあ AI とかも使ってるのかもしれないですけど、あんな世界でこの今走ってる台数コントロールできないですよ ね。まあ、映画とかでよくあのマイノリティレポートでしたっけ、なんかでこうチューブみたいなやつでこうねすごいピュン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 ってこう移動してるやつがあって、あれは多分それも場所場所ではあると思います。例えば今例えばそのなんだっけな、テスラのイーロン・マスクさんが作った会社で、もう忘れちゃったな名前を、トンネルのやつ、はい、自分の会社から LA の空港までをトンネルでつないでなんか10分で行こうとかなんとか、まあそんなような構想、真空でピューンって行くみたいな、だそれもカプセルの中に車乗せちゃってその真空でポンで飛ばしちゃうみたいな、まあそういう想定外ですよね。いろいろやってますよ今。だからニューラリンクの会社も あの方作られてますし、要は脳みそと、脳みそにだからチップ埋め込んで思っただけでことを動かすみたいな、ちょっとイーロン・マスクって気が出たので番組の後半そのあたりちょっともう一回、はい、どんなことが起きてるのか教えていただければと思います。まあ、あんま知らないですけどね。いやいやいや第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。中小企業オーナーの皆様、企業・創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。台車ごちょう、やばい、このままじゃ納期に間に合わないよ。社長どうしましょう。そういうことは部長に聞いてくれたまえ。
部長。僕は忙しいんだ。君が何とかしろ。はい、五条でございます。お客様、何にお困りですか？はあ、五条に電話してよかった。私たちは台車を売りません。お客様のお悩みを解決するのが仕事です。台車屋五条。桜井弘明のひとひと話。ということで、番組の後半は、はい、イーロンマスクという、ね、言葉が出たんで、なんかイーロンマスクこの間なんか車飛ばしてるんでしたっけ？あれ何ですか？車飛ばしましたね。あれ賛否出て当然だと思いますけどね。あれ意外と叩かれてるんですよ。あ、そうなんですか。うん、まあ宇宙ゴミ扱いされてるんで、なんであんな無用なもの飛ばしたんだよって、まあ、だから夢を乗せながら、まあ、あれは太陽の周回軌道に乗せちゃったんですけど、うん、でその周回軌道を膨らんでて火星にすごく近づくんですけど、うん、わざわざ別にロードスターをあそこに乗せる必要があったのかどうかっていう、ね、まあ、夢なんですかね、うん、なんか一つの象徴としてということだと思うんですけど、うん、でも彼がやることっていうのはなんかすごいやっぱり我々に対していろんなものを教えてくれるというか、あのこれだけ電気自動車が進んでるのも彼の功績は大きいんですかね。どうなんですかね。うん、電気自動車は、まあ、ほっといてもまあ進むとは思うんですけど、うん、なんて言うんでしょう、一つの車はある意味閉鎖社会でもあるので、新しく新規参入したいですって言ってもそうできないじゃないですか。もうベースとなる基幹技術がもう多岐に及んでて、このベース技術を持ってないと参入ができない。しかもそこには製造というものも絡んできて、製造技術とか製造工場とか、だからそういうのまで全部含めたらまずは新規参入できないんですよ。もうだからそこに新たに新規参入してきて、アイデアでもって自分の居場所を、まあ確保したという意味では、まあ、すごいと思っていて、うん、で僕もテスラはいろいろ調べたいんで買ったのもあるんですけど、まあ、乗ってみたらおおすげえじゃんというのももちろんあって、まあまあまあ、あの視点はすごいと思いますよ。やっぱりそのすごい単純な話で、例えばまあきちんと機能するしないとかまたちょっと別の話として置いといて、キーを持ってる状態で車に近づいて自動でドアがパンと開くんですね。今モデル X っていうテスラの車になると、で乗ってブレーキを踏むとドアがバタンって閉まるんですよ。で勝手にもうブレーキを踏んでる時点でシステムスタンバイになってるんですよ。であとはシフトレバーポンってドライブレンジに落としてブレーキ離せば走り出しちゃうんですよ。だからいろんなものが省略されてるじゃないですか、ね、ドアを開けるところから。もう世の中であんなに高いお金払ってて高級って言ってる中で自分でドアを開けさせるところがどこにあるんだって話じゃないですか。高級な例えばホテルとか何かしら行って自分でドア開けるなんてないじゃないですか、なかなか。基本的にはドアマンがいたりとか自動ドアであったりが当たり前のところで、自動じゃないオーナーに自らドアで手動で開けさせて閉めさせるなんて車だけみたいな世界なんで、そういったところにもメスを入れたり、例えばブレーキを踏んで、例えばスタートボタンを押してエンジンかけてくださいって言っても、もうそもそもブレーキ踏んでるので意思表示じゃないかって話なんですよ。でも昔の慣習なのか、ブレーキ踏んでスタートボタンで、エンジンスタートっていう、こんなのもだから省略しちゃえばいいじゃんかっていう、いろんな新しい発想が入ってて、だからそれもだから先入観とか今までの慣習であるとか、だからそういうのを全部ぶっ壊してきたなっていう、なんか閉鎖された既得権益のあるような社会だったからこそ、今までのやり方でいいんだみたいな、そこになんか横槍ドーンって大きいの刺されたような感じで、ちょっと僕もあれは別に車作りをしてる立場ではないですけど、ちょっと衝撃というか、あーちょっと頭を柔軟にしないとダメだって、今ここの場所に自分が立ってるんじゃダメだ、だからちょっと俯瞰になって、もっといろんな業種から今見ていかないと、もうちょっと勝負判断ミスしそうだなっていう、ね、自動車産業をここからこう大きくしたあの EV ではなく、もうなんかロケットを作ってた会社みたいなもんですもんね、彼らはね。だから販売まで変えちゃったんだよね、あそこ。販売の仕方もメーカーがあって、
あの要はメーカーのお客さんはじゃあ誰ですかって、最終的にはオーナーなんですよ、もちろん、うん、オーナーのことを見ながらもちろん全員が車作りしていろいろ商売するんですけど、でもその間に販売店っていうディーラーがあるわけじゃないですか、だからメーカーは自動車を作る人たちで、車を販売する販売店があって、で僕らの消費者がいて、この中間をポンって取り除いちゃったのがテスラなんで、だからテスラは直営店しかなくて、ある意味でネットで買えちゃうじゃないですか、はい、ネットで買ってその車が直営店に届いて、そこから納車キャリアカーで運ばれてきたりで、触れないで全部やろうと思ったら、まあさすがに一回も触れないではできないのかな、うん、まあ、でもものすごいそこの販売でも省略がいろいろされてると思います。そうなんですか、ディーラーないんですか、うん、まあ、ディーラーというか販売店はもちろんあるんですけど、でもそれは直営店なんで、テスラ自らが運営してるんですよ。そうなんすか。そう。だからいろんな各メーカー直営店もちろん持ったりはしてるんですけど、もうその直営店メインで基本直営店しかないはず今日本。あ、そうなんすか。じゃあ自動車というもう物も変わるし、販売の仕方も変わるし、うん、彼らはそこに本当に横やりを入れたっていう。だから販売店の普通はマージンを取らないといけないんですけど、これをパンって弾ける状態にあるんで、あそこは。なのでちょっといろんなことをやってくれちゃいましたね。なるほど。おとなしくしてればいいのにみたいな。はあ、まあ変わりますよ、車の販売も。うん、もう今はリース販売とか含めて別に自動車のなんて言うんでしょう、ディーラーだけじゃないところも車を売り出してるんで、ちょっとこれから変わりますよ。あ、そうなんですか。世の中ディーラーじゃないところが売るっていうのは例えばどういうところが売ってるんですか。いや、あの例えば、コスモ石油のスマートビークルとかも、あれはガソリンスタンドで車を普通に売り出してるんで、うん、だからちょっと状況が変わりだしてますよね。やっぱりこれあれですね、なんやかんや言っても世の中どんどん変わってきますね。本当に今までのなんか既得権益であるとか、うん、固定概念で考えてたら本当足元救われますね。そう、あのネットっていうのが唯一もう既得権益を持っていた人たちがコントロールできない領域がネットというので久々にできちゃったんで、うんうん、今まではもう世の中コントロールできてたじゃないですか、ね、情報の発信から全部発信するサイドがもう結構限定できてたんで、どこが発信してるかも全部分かるんで、はい、何を情報を出しますか、どういうふうにコントロールしますか、世の中を結構コントロールできてたのがネットが出てきたせいで、コントロール不能になった瞬間からいろんなものが壊れて、一番最初に壊されたのが家電系なんで、うん、あれは家電系ももともとは1000倍じゃないですか、ね、アライアンス組んだ上での、はい、だから、街に行けばパナソニック店とかもあれば、まあまあ、それぞれの販売店があって、うん、あれはそこ行かないとそのメーカーのもの買えなかったじゃないですか、うん、だからそれを変えたのがもう世の中あれだけ秋葉原が何からどこにもあるじゃないですか、ね、ああいう家電量販店って言われてるものがそういうメーカー専売のああいうチャンネル販売の垣根を全部壊しちゃったんで、うん、車はまだそれが残ってますよね。そうですね、うん、だからそれを打開しようとしている人たちももちろんいます。なるほど、うん、考えなきゃダメですね、我々もね、それはやっぱり備えていかないと。でもそもそもそれを売る車の形態が変わるかもしれないですしね、うん、車自身も、所有するものから、まあ、シェアするものに変わるかもしれないですし、うん、別に使いたい時だけ車があればいいっていう発想で言えば、今車を使ってる上でどれだけ駐車場に車が止まってる時間が長いんだって話じゃないですか。確かに使ってるよりも絶対長いんで、ほとんどの方が、うん、そう考えたらじゃあ使ってる止まってる時間別の方が使えばいいじゃんっていうのが当たり前の話で、そうなってくると所有の仕方も変わってくるはずなんで、いろんなものがこれからは効率よく効率を追求されて変わってくると思います、ね、なるほど、まあ、今日も今月もまたテーマは間違えましたね。ゴミさんが語る自動車の未来じゃなくて、うん、もう世の中の未来でしたね、やっぱり。
そうだ、自動車っていうくくりじゃないかもしれない。ないんですね。うん、あ、あんま僕そういう観点でことを見てない。見てないんですよね。自動車がどうなるか、自動車はだから50年にはまだ空飛んでないです。どうしてもそういうことをね、なんかこう30年になってまだ普通にガソリンとかブンブン言ってます。そうなんだ。うん、なるほど。まあ、エネルギー政策ともね密接に絡んでくるでしょうし、そのあたりは。そう、もう日本は単純な話で、うん、まあまあこれまだあんま言いたくないですけど、だから原発どうすんのっていうところで全部の舵取りが変わりますよ。うん、なるほど。そんな綺麗事ばかりは言ってられないですよ。なるほど。だって僕ら消費者が電気使ってるんですもん。うん、だからその電気どっから生み出すんだって、安定供給どうすんだっていう話含めて、うん、大変ですよね。そうですね。うん、トータルで考えないと。そう、まあ、でも一番今日の大事なところは、あの世の中もう激変していくので、アンテナ張っておかないとやばいですよ。ですね、高く高く、みんなの商売がどうなっていく、僕の商売業種があるのかどうか、ここにだから今日言ってない AI が入ってきますからね。確かに AI が入ってきちゃったらもう大詰ましい世界に生まれちゃったもんです。いえいえ、でもそうですよね。だからゴミさんが持ってらっしゃるテスラも AI の塊みたいなもんだって、ね、おっしゃってましたもんね。あれは、うん、NVIDIA っていう、原価100万ぐらいの GPU とか積んでるんで、画像認識の、ね、すごいですよね。あれもすごいですよ、本当。まあ、その原価100万円ぐらいのコンピューターというか GPU が乗ってるのを採算合わせて売っちゃってるっていうテスラの戦略もまたテスラに戻っちゃいますけどね。まあすごいですよ。まあそういうところに学ぶところは大いにありということですかね。まあ、備えて学ぶということですかね。目線を広く広く広く。ありがとうございます。ありがとうございます。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。桜井弘明の人話。はい、ということで五味さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。もう先月に続いてテーマ設定のこのね違い、話していくうちにやっぱり世界はどんどん広がっていって、なんか自動車とかそういうモータージャーナリストとかそういう、ああごめんなさい、大丈夫です、そういう小さなところじゃないっていう感じっていうのは大いにもう分かりましたんで、うん、反省すべきこと多いですけども、でもこうやって話してると本当目線が広くなるというか、アンテナが高くなるというか、刺激を毎回受けました。本当にありがとうございます。もう僕も一生懸命生きてます。僕もこのゴミやさがというブランドを一生懸命プロデュースしてます。なるほど。 Facebook だけを拝見してると、こうやっぱりなんか遊んでる人なのかなとか、なんかこういや大丈夫、ね、そう思ってもらってるっていうことは、あれ成功してる。成功してるブランディングに、うん、もう苦労を見してる世界じゃないんで、もう別に得しないんで、もう、もう僕はもう単純な目指しているのは、苦労もせず努力もせず結果が出ること、これが一番です。これを僕は目指してるんですよ。言っちゃっていいんですか。目指してるんですけど、なかなかうまくいかないんで、一生懸命努力してます。多分もう誰よりも努力してるってぐらい努力してます。結果的に、まあでも一番は、遊んでニコニコ結果が出ること、これ一番いいですもんね。大事ですね。だそれを求めるとやっぱ効率が大事なんで。なるほど。ネットと AI を使いながら。そうです。ネットと AI、 あと人の協力。なるほど。絆と信頼。そう。感謝。やっぱそこです。Facebook いつも感謝ですってね。いやもう本当感謝ですよ。もうみんなに感謝。なるほど。本当感謝を忘れちゃいけない。いけないですね。一人じゃ生きていけないんで。確かに。
もう毎日起きて感謝。ありがとうございました。まだ何かあればここのスタジオに呼んでください。そうですね、今ラインスタジオぜひ皆さんお越しください。ゴミさんもぜひ来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。